はい、フィリピン在住のダンです、ネットを使ったフィリピン移住を実現するために日々情報発信を行いコンサルサービスを提供しております、今日はですね、チュニジア人の特徴ということで、北アフリカのチュニジアですね、ここに住む人たちの特徴を簡単にお伝えしたいなと。まず3つお伝えしたいんですけれども、男性はですね、彫りの深いイケメンが多いということですね。あとは結構性格の面なんですけれども、自己主張が強い人が結構多いというふうに言われてます。なので男性はですね、女性に対して結構アプローチが積極的だということですね。あとは嘘つきっていうレッテルは結構いろんな外国人に貼られてて、結構ネットのキーワードでもね、何々人嘘つきみたいなことは多いんですけども、チュニジア人も結構そういうのがあって、ただこれは結構個人的な感情というか、恋愛関係になった人の個人的な感情から出てくる言葉なのかなということで、みんなが嘘つきとは思わないですね。個人的にもガーナ人とかチュニジア人の、知り合いもいるんですけども、みんながそうではないということですね、もちろん。結構ですね、チュニジアはですね、女性も美人が多いというふうに言われてて、ただですね、イスラム教の国、基本的にはイスラム教の国ってことで、人前でのスキンシップが禁止されてるんですよね。なのでやっぱりそういう、あんまりオープンな国ではないっていうのはやっぱり印象としては、あります。ということで、チュニジア人ですね、こういったざっくりした特徴があるんですけども、日本でもね、会うことがあればコミュニケーションですね、偏見持たずにコミュニケーションを取ってみられるといいのかなと思います。最後にネットビジネスや投資で稼ぎながらフィリピン移住したあなたはぜひ、下にある説明欄の方から無料でメールマガジン登録いただければなと思います。場所を問わない収入さえあれば移住というのは簡単ですので、本気で移住したあなたはぜひお気軽にご相談いただければなと思います。ということで、いつもありがとうございます。